白石市にある武家屋敷旧古関家では、寒さが厳しくなる冬に無病息災を願い、毎年冬至かぼちゃを提供しています。今日は市内の主婦らが小豆とかぼちゃを甘く煮込んだ冬至かぼちゃを50人分作り、訪れた人たちに振る舞いました。これからますます寒くなってくるのでね、風邪とかひかないようにと思いながら、食べました。栄養価のあるかぼちゃを食べて風邪を予防し、冬を乗り切ろうと古くから伝えられている冬至かぼちゃ。訪れた人たちはいろりを囲んで甘いかぼちゃを食べながら体を温めていました。